今日はお茶の水の駅をおりましてあの交差点で信号を待ちいたしておりましたら若い方2人がですね男の方が2人が顔を見合わせながら「暑いね」「湿度が高いね」「昔はこんなんじゃなかったね」「若い人がそんなこと言ってんですよね」<laughs> こちらも「こっちはもうん変なこと言いそう人たちな」ってまあでもねやっぱりあの暑い時もあればあの涼しい時もありますからね私たちは暑くても感謝寒くても感謝 いいでしょうか雨ですからクリスチャンはね、あのー、晴れてても雨なんですね。雨でも晴れるやなんですよ。わかります榊原先生のシャレをちょっと真似してるわけないけど、ね、雨が降っても晴れるや、ね。晴れても雨。こういうふうにしてね、対応しますとね、毎日毎日がね、暑くてもね、寒くても、あるいは雨が降っててもね、あるいは暑い日であってもね、 感謝感謝で過ごすことができるんですはいこのことをそれだけ知っていただいたら今日の説教は終わり、えー、そういうわけにいきませんね、えー、本当にあの今も西日本から西の方から台風というか大雨が降るような予想で実は今日も雨でこの集会はダメになるかななんていうことを考えておったんですけども朝起きると本当にいい天気だったもんですから 喜んでこちらに参りましたちょうど1時からですねお一人の方と隣のというか、えー、レストランで会食をしてこちらにやってまいりましたある方が一つの夢を見ました夢の中でイエス様とお会いしたんですイエス様とお会いするならばイエス様に聞いてみたいことが彼にはあったんですね皆さんもどうですかイエス様とお会いしたら聞いてみたいそのことありますかどうでしょう その方はね、聞いてみたかったんです。どういうふうにして聞いたかと。イエス様、私たち人間にとっての100億円はイエス様にとってはいくらぐらいになるんですかとこう聞きました。するとイエス様は、1円でございますと。1、1分でございますと答えた。100億年はイエス様にとってどのぐらいの時間ですかとお聞きしたら、1分でございますと答えなさった。おうえらい違うもんだな。もう一つ質問していいですかどうぞ。 まあ人間にとっての100億円100億年というものはどれぐらいの100億年は1分ですね100億円はどれぐらいの値段ですかというとイエス様は1円でございますもう一度言わないとわからないね説教者がちょっと混乱してますんですけれどもねイエス様 イエス様に、私たちにとっての100億年はイエス様にとってどれほどの時間でしょうか ?1 分間でございます。もう一つお尋ねしたい。人間にとって私たちにとって100億円はどれぐらいの値打ちですかというと、1円でございますとこう、おっしゃったんです。ええ。から喜びました。イエス様に。それじゃイエス様は私に100億円くださいとこう、言ったときにイエス様はじゃ 1> 1分間待ちなさいとおっしゃったそうです。わかりましたそれほどねイエス様と私たちのこう感覚というかこの実,実際のこう感覚身に感じるものは相当な違いがあるということですね。あるいは神様のん住んでらっしゃるというか神様の存在しているその世界というものと、えー、私たちの まあ住んでいる世界というものには相当な開きがあるということでしょうねまあ、今日の話とどういうふうに関連するのか考えながらイントロを始めているんですけれどもね私たちは時として本当に狭い世界に住んでいますね地球は小さいですよ宇宙大きな大きな宇宙から比べると地球なんて本当に狭いもんですね 皆さん今日もいろいろな科学の進歩によって世界のニュースというものが良い,いも悪いも含めて即刻私たちに伝えられるわけでしょう知らない方が良かったことも伝わってきます。知ったがゆえにより苦しみが増しくあることもあります。どこそこの国がねえ、なんとか爆弾をこう、弾道ミサイルを打ち上げた。日本にも飛ぶんでくるんじゃないか。と 昔はそんなことあったとしても知らないわけですよね。知らぬのは仏という言葉がありますけどね。別に心配しなくてもよかったわけです。この頃はそうではないですね。まあ、いろいろな心配事はたくさんあります。けれどもね、イエス様を信じるということはどういうことなのかイエス様を信じてクリスチャンになる、キリスト者になるということはどういうことなのかこれは御利益宗教ではないですね。イエス様を信じたらお金もかかる。 イエス様が信じたならば、偉い人になれる。イエス様が信じたならば、立派な会社に入ることができる。そういうご利益宗教でないことがわかりますよね。じゃあ、イエス様を信じてクリスチャーになる、キリスチャーになるということはどういうことなんだろうかな、ということを考えるときにね、やっぱり私的には、イエス様の住んでいらっしゃるというか、イエス様の考え方、イエス様の住んでいる世界というものと、 私たちの考え、私たちの思い、私たちの住んでいる世界というものとは大きな違いが、天と地ほど異常の違いがあるということですね。そうするとね、私たちがいろんな心配事やいろんな問題から本当にすっきりと回復、解放されるためには、私の立っているこの地点から、立ち位置からですね、イエス様が立っていらっしゃるあちらの世界に、イエス様の考えに、イエス様の思いに、 その方に私たちを身を置くということが大切ですね。何でもそうです。高いところに立つならば、下が見えます。下から、下に立てば上を見上げることができます。それもいい悪い色々いろいろでしょうね。とにもかくにも、神様の世界、イエス様を信じることによって、 天地万物をご想像してくださるイエス様の世界に私も繋がることができるということが大きな私たちが信仰を持つことの意味であります。今年はご承知のように宗教改革500年という記念の年であります。1517年10月の31日にマルティン・ルターがィッテンベルグのお城の扉に 95条の質問状を貼り付けたことによって宗教改革の火蓋が切って落とされたのであります。もちろんそれから以前100年ほど前からそういう予兆があったわけであります。ツイングリであるとか、ね、ネフスであるとか、カルビンであるとか。 あいろんな方たちが同じような思いでヨーロッパでカスリ教会の中におりながら改革をしなければいけない。このままでいけないんだ。聖書の教えはこんなんではないんだということを感じておいた人たちがたくさんいたわけです。そういう方たちが多くは、殉教の死を遂げなさったことを思うときに、そういう中から、このマルチン・ルターンが申し上げたように、木蓋を切られた。行動に移しなさった。 そのことをもって今日、2017年10月31日、宗教改革500年という記念日を迎えたわけであります。で、これは、あの、ルータ派の人たちは当然のことながら、本当に大きな、あの、長年かけて、この問題を取り扱ってまいりまして、宗教改革が問いかけるものということで、えー、いろいろと9月の18日には記念講演会があったり、まあ、あー 9月の12日から17日は記念展示会が行われたり、まあ、いろんなイベントがあるわけでありますけれどもこれは単にあのルター派だけの問題ではないですね。 やはり宗教改革から私たちのそれぞれ皆さんたちがこの位置してらっしゃるあるいは皆さんたちがこの場にいらっしゃる教派教会というものも全てこの宗教改革から発したものであってその流れの中に私たちがあるわけですね。そういう意味においてどの教会もやはりこの宗教改革というものをしっかりと考えあるいは意義を見いだしていかなくちゃいけないということを強く感じるんですね。 今日はそういうことを話しながら、この題は、長血を患った女の信仰という題なんですが、長血を患った聖書を読みますと、12年間も長血を患っていった女がいたと書かれてあります。12年間、女性の病気ですね、辛い辛い、その気分の悪い日々を過ごしらっしゃった。 多くの医者にかかって散々苦しめられ、その持ち物を皆費やしてしまった。その病気を何とかし直したい。あちらにいいお医者さんがいる。こちらに良い,い療法しているお医者さんが病院がある。そういうことをこう巡り巡りながらですね、それなりのお金を強いられて払っていくうちに、とうとう持っている財産債も費やしてしまった。それで良くなったならともかく良くもならない。かえって悪くなったんだ。 というような状況の中で、この人たちこの人が生活をしてきたのであります。これは長町を患った治療技だったというこの病気であります。けれども、昨今はいろんな病気があります。ですね。私どもの教会にもがんの患者の方がたくさんいらっしゃいます。酒蔵先生がこの順天堂の病院の近くですから。 えー、日野大京先生のリーダーシップによってですね、ここで断鉄核外来メディカルカフェ in OCC というのを開きなさって、えー、次の会は62回ですか会になります追い込め協会もまあぜひしたいなということでこの9月17日から第一回目を始めることになっていますいろんな病気で亡くなる方もいらっしゃいます 高血圧の方もいらっしゃるでしょう。あるいは、狭心症の人もいるでしょう。腰の悪い人もいらっしゃるでしょう。あるいは、血液の、がんというような方もいらっしゃるでしょう。あるいは、腰痛の方もいらっしゃるでしょう、まあ。いろいろ頭の先から足の裏までね、いろいろな人間というものは病いと付き合わなくてはならない。それらは決して私たち一人一人の お互いの苦しみだけではないですよ。日野先生がおっしゃるように、病気ではあるけど病人ではない。不思議な言葉ですね。病気があっても病人ではない。もう病人になってしまうと、もう本当にもう身も心もダメになってしまう。病人ではないんだ。病人、病気を持っている、そのことの中に意味があるんだ。そういうことを日野先生がおっしゃって、多くの方たちが感銘を受けてですね、そういう厳しい癌と戦っていらっしゃいます。 私の教会の一人の兄弟は肝臓のがんを患いまして非常に苦しい中にありますけれども彼は正直言って長い間教会を遠ざかっていたんですけれどその病気にかかったことによって奥さんとの信仰を回復して教会に帰うようになったんですそしてイエス様を本当に今まで信仰を持ちながら不信仰でありました悔い改めてそしてなんと OBI ここのお茶の水 聖書学院の正規生として入学して、自分の得意の学びたい勉強を学んでいるんです。いつ命が与えるかわからないような状況の中でも、希望を持って神様に仕えたいという一心で、その病気を持ちながら、毎週2回、こうして病院、この学校に通ってらっしゃるんです。素晴らしいことですね。そういう方がたくさんいらっしゃいます。私たちは病気であるとか、あるいは、 負の部分ですね。貧しい家庭に生まれたとか、あるいは親が離婚したとか、あるいは障害児の子供が生まれたとか、いろんな問題があったとしても、決してそれは全て悪いことでなく、好ましいとか、ああ、これで嬉しいというようなことにならないかわからないけれども、けれどもそこから新しい人生が始まる。つまり、人間の絶望は神の希望なの。 カンは忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生ずることを知ればなりという言葉にありますけれども、もしカンがなければ忍耐することを学ぶことができないです。忍耐を学ばなければ連達を学ぶことができないです。連達した結果、初めて本当の希望、正真正銘の希望というものを生み出すことができるんです。連達、カンもない、忍耐もない、連達もない、 そこで希望を持っているのは、まさにこれは、青を掴んでいるようなもので、まさに本当の希望ではないですね。この、長中地を患った、12年間患ったこの姉妹がこういう中から、彼は、イエス様に対する目を向けるようになったんです。その当時、イエス様は、たくさんの人々に福音を語り、病を癒し、 貧しい方と交わり、罪人と交わり、低くされた人々と友となられたんです。マルチン・ルーターが宗教改革いたしました、あの95ヶ条のたくさんの論文というものを要約するならば、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、この三つに次いるんです。聖書は誤りなき神の言葉である。信ずることによって神様の前に、 義とされる自分の行為ではない自分の行いではないただ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 神様の恵みによるんだこのことをマルチンルターは訴えたんです皆さん何時の信仰何時を救えり今日の言葉の中心的な言葉はこの言葉なんですあなたの信仰があなたを救ったこれ難しい言葉ですねあなたの信仰があなたを救った 文学聖書では、何時の信仰、何時を救えい。何か信仰という行為が、救いを導いたんだ。救いに効果があったんだ。つまり私の信仰というものは私を救ったんだ。と、こういうふうに訳すとなると、まさに信仰そのものは行為となってしまう。でも、ワルチルターは、信仰は、義人は信仰において生きる。 義と正しい人は信仰によって生きる。あるいは、信仰による義人は生きる。それは逆に言うと、行為ではない、行いではない。神様を信ずる、イエス様を信ずる信仰によって正しい人間とされるんですよ。薬部という人がいましたですね、薬部という人は全く正反対のことを言っています。行いのない信仰は、 死んだものだとこう言ったんです。行いのない信仰は死んだものだ。これはマルチン・ルターの言っている議員は信仰において行くというのと、行いなき信仰は死んだもんだというのは、全く違うことを言っているようですね。マルチン・ルターも人間だから多少の間違ったことを考えたことも事実です。あの、ヤクブの手紙は、あれは藁の書だ。無味乾燥な藁の書だと言ったんです。 けれども、66巻、旧約聖書39巻、そして新約聖書27巻。この27巻の中に、ヤコブ書もちゃんと聖典として加えられていることは意味のあることですね。つまり、義人は信仰によれていくというのと、信仰は、行えなき信仰はたもん、死んだもんだというのとは、まさにコインの裏の大手なんです。 信じます、信じます、信じたら救われるんです。何の良い行いもしなくてもいいんですもんね。けも、もう棚からボたみちぼたぼちのように、もう安官と生活してても、神様の恵みによって信じますと言ったならば救われるんだと言って、のほん,ほんとした生活を送っちゃいけませんよ。それをヤコブは注意したわけですね。つまり私たちは、信仰によって、恵みによって救われたものは、この恵みとか信仰によって救われたことは、 の、取り物直さず、イエス様が十字架にかかって、自分の血、神の血を流してくださったそのイサオによって、あがらわれたという、激とした高価な値が支払われている。その値によって私たちが救われたとするならば、どうしてこのイエス様の死死をに報わないでいられようか。イエス様の、また神様のお心を痛め続けるような死をよくっていいんだろうか。 私たちはそういう意味において、良きキリストの証人とならなければならない。明石人とならなければいけないということは当然のことですよね。彼女は、イエス様の噂を聞きまして、イエス様の方に近づいてきました。もうたくさんの人がですね、もう、それこそ浅草の三社祭りのようにて、もうたくさんの人がやってきておる。そういう中でこの、 人聞くされた寂しい人様から認められないまさに非常に片身の狭い思いをしておるこの一人の女性がそういう中に入っていくことさえも信じられないようなとてもそういうところには入っていけない非常に恐怖を覚える引け目を感じるそういう中で彼女はそこに入っていったんです。 そのことだけでもすごいことですねまさに求道心ですそしてなおかつですねイエス様の御心にでも触れば衣の房ですね触れば治していただけるだろうと思っていたからであると書いてありますけなげな信仰ですね何かかわいそうな 本当に涙をそそるような光景ではないでしょうかね。もう息揚々と、私は長血を患ったあ、この病気を持っています。今まで人々から蔑まされて、いじめられて、この長い人生を歩んでまいりました。けれども今は違います。イエス様がいらっしゃったから、あイエス様とお会いしたいんです。イエス様、イエス様と言って、イエス様に飛びついていって、イエス様にハグしてもらったか。そうではないんですよ。そう と近づいていっててっ人の目を気にしながらそしてイエス様から叱られはしないかという恐怖心を持ちながらもでもイエス様ハグではない抱きつくことではないイエス様の目と目と合わせてもらいたいけどもそうでなくてもいいイエス様のあの衣の裾のちょっとでも触れば私の病気は癒されると彼女は信じた。 これは素晴らしい信仰ですね。羽鳥先生のがお召されになりましたことは、皆さんご承知のことでしょうね。え、6796歳で召されなさいました。羽鳥先生が奥様のレイクさんと結婚なさって、私が16か17歳の時に私の母教会である。この教会にご挨拶なさってなさに来た来なさったことがありまして、懐かしい思い出ですね。もうそれからもう。 60年の歳月が過ぎたんじゃないでしょうか羽鳥先生も心臓を悪くなさってねもう70ぐらいからでしょうかねもう先生も悪いではないか終わるんではないかといろいろ心配もいたしましたけれどもなんと96歳まで。で三女の方とはおうちに住んでいらっしゃった時にその先生がベッドに横たわってる中からですね突如としてあの説教をなしなさった。 されなさったまあお嬢さんが初め付近にいたものをびっくりしてとにかく相撲を取り出してそれを映し出した5つか6つぐらいにこう分かれてるんですけどもそれを一つにまとめて PBA が DVD を作ってくださった、えー、先週私との教団で神戸で教団牧師研修医科がありまして、まあ、時間がないから5分間でも見せたい。 この,頃の若い人は羽鳥先生の名前も知らない本田浩二も知らない、えー、ぜひこの信仰ファッションを見せたいもう20分間お見せできてそういうことまで言えないのでもう最初の5分間でい,いです見せたい私は16歳の時に「イエス様を信じました」子供の頃から悪いことをしてまいりましたずっと話しなましたでもあの16歳の時に「イエス様を信じました」ね 明快な言葉でお元気の若い頃の声と寸のたわない大きな声でしっかりと言葉で話しなさった。その先生の伝記、まあ、というか見るとバーネット先生という先生に導かれなさったんですね。その先生がおっしゃったの鳥さん。心の扉をちょっとでも開けて開けなさい。光が入ると闇は放築されてしまいます。 あななたたの心を隙隙間間ちょっっとした隙間でもいいいいかかららら開けててごらんんささそこから光が入ってまいりまりす皆さん私たちはともすれば信仰というものの中大きなあ山を移すほどの信仰というような信仰者もいらっしゃいます大きなビジョンを持って大きな教会を立てなさる方もいらっしゃる大きなビジョンを持って大きな事業をなさる方々もいらっしゃるけれども私たち一人一人は 大きいいい。いここことととがが悪でではないでもも小さいことにも価値がありますね。私たちは人を導く時に「イエス様を信じなさい」「悔い改めなさい」と私たちは人に迫ってまいりますけれどもなかなか日本人はなかなかあそういうこと言われると心閉じてしまいますね。私たちはどうぞちょっとでも心を開いてごらんなさい教会に行ってみたいな。 聖書を読んでみたいなあなたのような優しいクリスチャンともっと交わっていたいなそういう印象というものを人様に与えることによってその人の開いた小さな扉から光が入ってくるんですね今日のこの女性もそうですちょっとした信仰です御心もの裾に触ったならば癒されるだろうと信じて そうしますと大変なこと起こりましたよ。イエス様が誰も知られないように引っ張ったわけでもない。イエス様が転ぶ、転ばれるようなぐらい、転ぶ、引っ張ったわけやない。ちょっと触っただけ。痛くもかゆくもない。死にもかからずイエス様が、何でしょう自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆を振り向き、 私の着物に触ったのは誰かと言われたああ皆さんびっくりしたでしょうねこの女性はイエス様は自分の体から力がスーッと抜けていったこれは目に見えないことですよでもイエス様の力がサッと抜けていったそして振り向いて「誰私を今触ったのは?」とお聞きになった決して「誰だ今私の衣を触ったのは」 スリエナじゃないですよ群衆の中で振り向き私の着物に触ったのは誰かと言われた皆さんちょっとした信仰ちょっとしたイエス様に対して心を開くことによって神様の力は大きな力が働いてくるんです 精子は書いてありますね。枯らしね一つ合同信仰があるならば大きな危機となります。大きな信仰となります。誰も私たちは初めから大きな大きな信仰を与えられたものではないですね。私も本田孝二先生が42歳の時、私が17歳の時に神戸の教会に特別伝道集会の講師として来てくださった。 そこでで先生の説教をて救われたんですあなたの中に盗んだことはありませんか盗みの罪はありませんかとまあその時にいろいろな罪が示されましてね涙と本当に離れ悔い改めてイエス様を信じましたあれからもうすでに何年になりますか60年はこるからその年にしときましょうね 60, 60年はなりますよ。 ずっと神様が導いてくださってひととともクリスチャンになったことがよくなかったとかイエス様が信じて損したとかそういうことはなくもう日に日に感謝喜んで今日を迎えましたその時にイエス様がおっしゃったんですあなたの信仰があなたを救ったのです安心しなさいすっかり治っ 達者でいなさいあなたの信仰はあなたを救ったのですつまりあなたの信仰は小さな信仰でしたその信仰純粋な汚れのない本当にこう未熟なというかあるいは本当にそっとしたその気投げな信仰というものがイエス様の大きな力を引き出した そういう意味において信仰というものは尊いです。これは私たちから出たものではない。尊の信仰さえも神様からの賜物ですね。今日皆さんたちにとってどうぞそういう信仰で生きていただきたい。今日皆さんたちにお話し終わりたいと思いますが私はこの202122と韓国に参ります。一つの教会から招きを受けまして。 韓国で、えー、ダニエル祈祷会というものをするんだと。11月から韓国のほとんどの教会をこう皆が参加してインターネットを通して祈り会をするんだと。その祈り会の目的は日本に対する宣教日本の祈り会を盛んにするためだそのキックオフをするから先生来てお話してください。私はちょっと待ってください。七月、6月の22日に検査結果が発表されますので、 その日がクリアされたならば行きまで駄目だったらいきませんという答えをしたんですつまりその間に5つも6つもの検査をしました頭の MRI 心臓の RI 検査心電図検査血液検査あるいは腹部のエコー心臓のエコーそして今度は頸動脈のエコー そして、頸動脈だけは7月の10日なんですけども、それまでの頭、大丈夫です。心臓も動いてます。大丈夫です。狭心症の方も、かつて手術したけども、その方も詰まってるかと思ったら、詰まってません。大丈夫です。腹部の方も、エコーした時に、引っかかって、もう一回 CT しましょうとして CT した。その中には、いわゆる、あですね、この、お もう一つの検査をした方がいいですよというふうに MRI 検査をした方がいいですよと書いてあったんですけどもその担当医はまあ、それは必要ないでしょう、まあ、半年間また来てくださいということで解放されましたまあ、皆さんこれも私はね6回引っかかるだと思ってたんですよもう韓国に行けないと思ってましたけれども神様が癒してくださった主が癒してくださってまだ御用があるから まだ役目があるからまだ仕事があるからまだ使命があるから神様から与えたこれは信仰ですね今日もこうして皆さんとお話できることを感謝しています今日も皆さん一人一人どうぞ申し上げたいどうぞどんな苦難戦いがあったとしてもそれは病気であって病人ではないそれがあるからこそ希望が湧くんだということそしてイエス様に大胆に関係を持ちなさい イエス様とつながりなさい。どんな小さな信仰でもいいからつながりなさい。そこから光が入ってきますよ。そしてイエス様の大きな力を、癒しの力を、恵みの力を、祝福の力を与えられるんですよ。そして私たち、あなたの信仰があなたを知らない信じた信仰があなたを救った。私たちが信じて、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 一貫性ではない、信じ続けることによって、 神様あなた方一人一人を今日も守ってくださり明日も迷って守ってくださるそのことを信じていきたいと思いますね雨晴れや雨が降ってもなんでした晴れや晴ても雨そしていつでも人間の立場じゃない神様の方に立,場に立って一円ください <laughs> 一分待ちなさいじゃないけども神様どうぞもっと大きな力をくださいそういう信仰でしっかりこの人生 共に歩んでいきたいと思いますね。はい、以上にいたします。お祈りいたしましょう。恵み光天の神様、死の具合と恵みを感謝いたします。今日を見下さったお一人一人に、神様に豊かな祝福を与えてください。あなたの信仰があなたを救ったのであるたるように、どうぞ私たちがどんなに小さくても、どんな些細な信仰でも、イエス様信じます。今日も共にいてください。大きな力をください。恵んでください。癒してください。 お祈りしていくことができるように導いてください。お一人一人に豊かな祝福と恵みを与えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。